大伝は、能楽作品の一つ。菅原道真が太宰府に左遷され、粉死、死後雷となって代理にた,たったというエピソードをもとに、構成された能である。大平記、北の天神縁起絵巻などに取材しており、構成の歌舞伎、菅原伝授手習い館にも影響を与えたとされる。別称、妻戸、比叡さんの僧、星消防は、菅原道真の死であった。 天下のためごまくようをしていると道真の霊が現れ、自分は冤罪で左遷され、死に至ったので、雷となって代理に生き恨みを晴らそうと思うと述べる。そして、朝廷は悪霊退散のために、星消防を招くだろうが、もし呼ばれても参りたもうなと願う。星消防は、比叡さんは天皇の祈願書であるため、三度直視が来たら断れない、と答える。それを聞いた。 道真の霊は、本尊の前に備えてあったザクロを噛み砕き、寺の戸に吐きかけると、扉は燃やがった。星消防が法力で消し止めると、道真の霊は走り去る。ここまでが前段である。後段は、代理で雷となった、道真の霊が暴れ回り、星消防の法力と対決する。最後は、朝廷から、天神の信号を送られ、霊を述べて、黒雲に乗り立ち去る。 なお、宝生流では、宝生流の大講演者であった加賀藩主前田氏が、菅原道真の子孫と称していたことに遠慮して、道真の霊が雷神となって、大流を暴れ回るところを改作し、朝廷をこといで舞を舞うという筋にして上演する。江戸時代には、少書、舞入りとして番組に書いていたが、現在では、通常の演出となっている。なお、曲名も、雷神をイメージする。 大伝ではなく、木殿と書く。登場人物、脇の発消防が登場。比叡山延暦寺の雑と名乗る。百日のご幕用をしていたが、今日は万願の日なので、二王会という奉仕をするつもりであると述べる。そこへ、しての菅原道真の霊が現れ扉を叩く。星消防が隙間から覗くと、亡くなったはずの菅原道真がそこにいるので大いに驚くが、 室内に招き入れる。星消防は、道真の幼い頃からの死であり、親密な指定関係を結んでいたため、二人は心を込めた会話を交わす。星消防は、恩美は、畜死で果てたと聞いた。だからずっととぶらいをしているのだ。と述べる。道真の霊も親子のような指定の交わりを感謝する。幼かりしその昔は、父もなく、母もなく、 比叡山で僧侶の教えを受け、風月の窓に月を招き、蛍を集め夏虫の心の内も、明らかに筆の林も枝しり、言葉の泉も月もせず勉強したという思い出が、渋滞によって歌われる。しかし、この世の望みかなわず、死んだ後は、梵天退職の許しを得て、雷となって、自分を陥れた阿蘇を蹴殺そうと思う。その折、 死の僧上はきっと朝廷に召されるであろうが決して、参りたまうな、と道真は頼む。星消防は、朝廷からのお召しがあっても、二度までは参らぬ。しかしながら、王土に住む、この身、直視三度に及べば参らぬわけにいかないと答える。その時、道真の行走はにわかに鬼のごとくになり、仏前に備えてあったザクロを噛み砕き、妻戸どに吐きかける。 そのザクロはたちまち火となって燃え上がる。保消防が印を結んで信号を唱えると火は消え、その煙のうちに、菅原道真の霊は橋がかりめがけて走り去り、幕内に入る。登場人物、して脇ともに中入りした舞台に狂言法が噴する従者が登場。前段のあらすじを語った後、道真は雷となって代理に行き悪事をなさっている。案の定。 僧侶のもとに直視が来て、代理でご祈祷せよとのこと、はじめは断っていた僧侶も三度目の使いを受け、この上は、是非に及ばずと参上せられる。南名用意をせよという。登場人物、貢献の手によって、代理を表現する一条台が運び出され、正面と脇座に据えられる。脇の星帳棒が登場、脇座の一条台の上に座り、度胸を始める。そこへ、 自舞台による情景描写の歌い、不思議や虚空に黒雲を覆い、稲妻四方にひらめき渡って、振動暇なくなる神の雷の姿は、現れたりが歌われる。その歌いに乗って、後しての雷神が登場する、鬼のいでたちである。星象坊は雷神に向かい、道真よ、そなたは、昨日までは、天皇の恩をこむった進化ではないか。静まりなされという、雷神は、 あら愚かや、僧侶よ。我を見放したまうえは、僧侶なりとも恐るまじと暴れまわる。しかしながら、僧侶のいるところには、雷が落ちない。死神殿に僧侶あれば、古貴殿に雷する、古貴殿に移りたまえば、清涼殿に雷なる、清涼殿に移りたまえば、なう壺つ壺、昼の間夜の御殿を行き違い巡り相手という、具合である。舞台上は二つの一条台を、 九中の五殿に見立て、して雷神と、脇星消防が激しく立ち回る。やがて星消防は雷神を追い詰め、戦住だらにを読み終わると、雷神は、これまでなりや許したまえと平服する。朝廷は、天魔大自在天神という称号を道真の霊に送る。道真の霊は喜び、生きての恨みじにしての喜び、これまでとて、黒雲に打ち乗って虚空に上がらせた、マイルとの渋滞で、 脳は終わる。さなりけんたろう、洋曲体幹第5巻、P3331。さなりけんたろう、洋曲体幹第5巻、P3332。日本芸術文化、振興会文化デジタルライブラリー。菅原伝授手習い館に来電が、菅原伝授手習い館に影響したとの記載がある。以下弱い強調。通常は、車体で表示されるで示した部分は、 用局本文の引用である。なお引用にあたっては主に参考文献に挙げた、用局体感を参照しているが、漢字変換、句読点の打ち方等は、執筆者独自のものである。また、現代語訳は執筆者が言った。作品の上では、星帳帽すなわち、巫女いが 菅原道真の幼少期からの死ということになっているが、御琴井は道真より21歳年下である。農作者が参照したと思われる太平記第12にも、御琴井が道真の幼少期からの死であるという記載は、なく、この部分は農作者の総案であろう。ありがとうございます。